はい。今日のログダスは、なんとゲストがいらっしゃいます。清水秀人さんです。よろしくお願いしまお願いしす。ます。ということで、今日ヒデさんをお呼びしたのは、何を言おう、渡辺進監督の、著書、すいません、僕、ありませんが、来ましたね、ジェイソン。ポジショナルフットボール実践編。あ、ありますね、はい。こちらを、構成されたということで、渡辺さんと一緒にこの本を作られたということでよろしいでしょうか。そうですね。はい。構成担当しました。取材もたくさんしましたね。まあ、僕もちょっと一通りは読んだんですけど、改めて簡単にどんな内容を教えてもらってもいいですか。そうですね。まあ、渡辺さんが仙台でやってきたことを振り返るっていうのが内容ですけど、まあ、それをなんかこう、指導者にちゃんと引っかかるポジショナルプレーというふうに渡辺さんは呼ばないんですけど、まあ、そういう立ち位置を気にしたフットボールを、指導者向けにしっかり中身を入れるのと同時に、サポーターとか、普通のサッカーファンにも楽しめるような戦術エッセイを目指そうっていうのが僕の中での目標でしたね。ねえ、まあ、読むと、つまり渡辺さんがどういう監督かっていうのがものすごくわかる一冊になってますよね。だと思います。はい。ということで、今年からレノファ山口の監督に就任した渡辺さんが、まあ、改めて、どんなサッカーをしていくのだろうかというところを今日は、深掘りしていければなというふうに思っております。じゃあ、まず一番バッターとして、やっぱり J さんからヒデさんに聞きたいことありますか？はい。なんすか、その本の感想をまず言うのかなとか思ってそうたです。んでじゃあ、す本の感想からいきましょうか。そうです。けど。そうですね。宣伝というか、まあ、レノファサポ向けにも、はい。僕もこれすぐ買わしてもらって、読ませてもらってたんですけど、本当にすごい、なんだろう、ポートフォリオみたいな本だなっていうふうに思いましたら、渡辺さんが仙台でやってきたことの、まあ、うまくいったことや、失敗したことまでしっかり、こういうことで失敗したみたいなことまでしっかり書いてあって、本当にこの監督どういうふうにやってこられたかっていうのが分かるし、まあ次やるときはこうするぞみたいな決意みたいなの感じもあって、なんか非常にこう渡辺監督のことがなんかいろいろまるっと分かる本だなというのを感じました。そうですね。渡辺さんも自分の失敗に関しても全然こう、なんだろう。常にフラットというか、肩に力が入ることもなく、冷静に振り返ってましたね。なんかこの本を通じて自分の今までやってきたことをちゃんと整理したいっていう気持ちも渡辺さんの中あったみたいで。だから良かったことも悪かったことも全部含めたっていうところにもなったのかなと思います。渡辺さんは、取材は僕の中でしやすいイメージの監督なんですけど、ヒデさんでどうでした？もうしやすいですよ。ですよね。まあ本を作ったり文章をやったりって時には、なんかこう料理でいうところの素材集めと調理の2つのステップがあって、両方に成功すれば間違いなくいい本になるんですけど、素材集めの段階でもやっぱ渡辺さんはすごい、自分のやった練習メニューのこのノートとかもちゃんと全部振り返ってきて、すげえ。あの時期にこれをやったみたいなことを、自分の中ではもうちょっと早かったはずなんだけどとか、そういうことも全部振り返って、なんか、記憶に頼らずにちゃんとそういうのまで用意して。すだげえ。から、取材をするまでにちゃんと一週間ぐらいの空けて一回一回。はい。なので、そのあたりはもうかなり準備をしてきてもらったなっていう感じで、いい素材集まったなっていう。ちなみに何回取材、インタビューしました？5回ぐらいかな。最初の打ち合わせ含めて5回とか。全部ズームです。すごい。さすがヒデさん。5回でこれだけ深く掘り下げられてるのは、いや、す1ごいで回あすたり2時間ぐらいですかね。でもかなり効率のいい取材だったなって感じでした。まあさっき言ったね。準備が素晴らしかったので。で、最初の打ち合わせの時にやっぱ渡辺さんにしっかり信頼してもらったっていうのもやっぱ大きいかなと思ってて。どんな点で信頼してもらえたんですか、それまず仙台のサッカーすごい良かったっていう、ああいうふうに立ち位置をしっかり整理したサッカー、なかなか日本では見られなかったから良かった。しかもそれが仙台の戦力できちっとできるってことを証明したのはかなり画期的だったっていう自分の感想と、あとは、渡辺さんと打ち合わせしてるときに、こう、ポジショナルプレーの定義者には別に私はなるつもりもないし、なれるとも思ってない、恐れ多いってことを言ってたので、だから、ポジショナルって言葉は、表紙には、みんなに読んでもらうために使いますけど、1ページ目の最初の一言で否定しましょうって言ったんですよ。僕、この言葉初めて使いましたとか、全然今まで使ったことないですって言って、そこで意外性とともにスタートしましょうっていうことを言ったら、渡辺さんはすごいそれが気に入ってくれたみたいな、何度か後でも言ってました。はい。まあ、そのあたりで、
結構本人本気になってくれたっていうのが大きかったかなと思います。なるほど、さすがヒデさん、そのあたりもこう渡辺さんのツボをしっかり初っ端から受けたと。たまたまです、ね、ロクさん、この本の感想いかがですか。あのね、僕はこの本を読む前に、はい、あの岩政選手の本をこう読んでいて、はい、でその流れで渡辺さんの本を読んだら、はい、すごいこう選手の立ち位置から、まあ、とりわけディフェンス、センターバックの選手の立ち位置から、はい、うん、いわゆるピッチの中に目をというか足を置いたサッカーの見方と、はいはい、まあ、あの渡辺監督のように、いわゆるピッチの外側からサッカーにアプローチする、はい、まあ、立場の違いこそあるんだけれども、すごく、うん、あ、共通してるなと。やっぱり立ち位置、キーワードは立ち位置なんだよね。うん、なるほど。やっぱりあの岩政選手も要するに、まあ、相手プレイヤーとの立ち位置をどう取るかと、はい、そしてそれを相手の変化に対して今度は味方とリンクしてどうその立ち位置を連携して変えていくか、チャレンジしていくかっていう、それが自分たちのサッカーっていうけど、サッカーっていうのはまず自分たちがあるんじゃなくて相手がいて、うん、それによって自分たちのこう一つのスタンディングオペレーションが決まってくるんだっていうことのポリシーでずっと書いていて、それをこうあのシステムがこう変わった時にはどういう対応していくかっていうところまで岩政選手は書かれてたんだけども、うん、まあ、渡辺選手はもうそのものズバリ緻密にあのそこから始まってこう網を広げて、うん、こうある意味で言うと、まあ、一網打尽にこの一冊でサッカーを一網打尽にしているなというね、うん、でそれもやっぱり素晴らしいのは、うん、キーワードが分かりやすい、うん、確かに、うん、ね、キーワードが分かりやすい、潜るとか剥がすとか、うんうん、それがものすごくねイメージできるんだよね、うん、でこれって多分直感的な言葉なんで、うん、多分選手に渡辺さんはその選手を動かすにはどう伝えればいいかっていうことを常にこう考えていて、うん、つまりあの継続性と再現性って言われて本の中でも常に言われてるわけじゃないですか、うんうん、つまりそれはなぜ継続性と再現性が大事だっていうのは常に相手がいて、うん、変化変容してるからそれに対してまあ対応していくっていう、その中で継続性再現性、まあ言語化とかっていう中で、うん、やっぱりこう選手に、うん、選手を直感的に動かすにはどういう働きかけが必要かっていうのを普通ああいう、うん、こう論理的な思考得意な人って、うん、逆にああいう直感的な選手にぐさりと突き刺さる言葉とかって意外と出てこないんだけど、渡辺さんはなんかこう理性と野性がこうやっぱりこう非常にバランスよくこう備わったね、うんうんうん、あの監督なんだなっていうのはもちろん仙台の時のサッカーを見ていて、うん、もうなるほどなと僕はうなずきながらね、うん、やっぱりこう野津田が出てきたり西村が出てきたり三田が出てきたり奥野が出てきたりっていうのはもう本当にあ全くそうだよなみたいな感じでね、うん、こうなずきながらずっと読んでいて、うん、ただ一番最後の最後の後書きは、うん、だけ読まなくて、そこにヒデの名前があったのはつい最近知ったんだけど、奥付き読んでください。行く前にもごちそうさまみたいな感じだったんで。さっきの話で言うと、やっぱ手倉森さんの元でコーチやってるのも大きかったですよね。あ、潜るとか、その利用した言葉も一部あったみたいですし、うんうん、なるほどね。手倉森さんがまさにそういうタイプだったんで、そういう直感的に響く言葉をチョイスするっていうところ。うんうんうん、あと、岩政さんとあの似てるって話、さっきロックさんしましたけど、うん、岩政さんの対談企画を毎回連載で、ストボイトで持ってるんですよ、うんうん。いろんな人とやるんですけど、うん、渡辺さんとその本を作る前にやってたんですけど、その対談、岩政さんとも、うん。まあ、多分一番波長があった対談だったかなと思うんですよね。終わった後、岩政さんがもうすっきりした。もう僕聞くことないですって言って、それで終わったんですけど、なかなか終わり方もなかったなっていうぐらいぴったりいてて。で、二人とも、その奥さんが言われた立ち位置、キーワードの立ち位置って言葉をすごく使うんですけど、うん、僕結構これ、いい言葉だなと思ってて、うんうん、
ん、あのちょっと能動的にはされてるんですよ、うん、ポジションじゃなくて立つ位置、自分が立つっていう、うんうん、アクションのちょっとニュアンスが入ってるんですね、立ち位置っていうか、だから自分が取らなきゃいけない、うん、ポジションっていうとなんかそこにふわっとあるすごい客観的なものだけど、うんうん、立ち位置って言うと自分から取らなきゃそれは立ち位置じゃないっていう、うん、この日本語ならではのニュアンス、日本人にちゃんと響くニュアンスがあるんで、うん、やっぱこういうところをなんかこう拾える日本語を使える、でそこに対するこだわりがある指導者って本当に重要だなと思うんです、ね、うん、確かに伝えられるっていうか理解してもらうっていうのが一番で、そこに言葉にね、うん、こだわりを持ってるっていうのは大きいですよね。いやね、だからさ、ほらオシムさんじゃないけど、こう走っても死なないとかじゃないけど、うん、さらにその先を行くなんかこう選手を動かすためのこう言葉というのを、これはまあ徳田文治さんのね、こう一つのこうあのいい意味でのこうあの伝達というかね、あの継承している部分で、徳田プラス徳田文治さんからはには持っていないこう非常にこうインテリジェンス、うんうん、まあ徳田文治さんにインテリジェンスがないってわけじゃないんだけどまあそういった意味ではね、やっぱりね、僕は、仙台っていうね、もともと、ベガルタの前から、ベガルタの前、ソニー仙台とは関係ないんだっけ？渡辺さん？違う。要するに仙台っていう土壌がさ、例えば、まあ基本的に今までの仙台のチームの DNA っていうのは、やっぱり監督が全てカリスマだったんだよ。なるほど。ね、清水さん、うん、しかり、手倉森さん、しかり、うん、清水秀彦さんですね。あ、秀彦さん。びっくりした、俺ドキッとしちゃってる。まあね、清水秀彦さんなんか、ある意味でもうね、仙台のレジェンドだと思うんだけども、うん、そのやっぱ仙台っていうところは、やっぱ監督が長期政権で、うん、なんか一つの自分 の, あのサッカーワールド、仙台という、うん、その地方の大きなスポンサーのないところで、長期政権で、うん、あのサッカーを根付かせていったこう歴史があって、うん、それをちゃんと清水、手倉森、渡辺さんってこう、うん、それぞれキャラクターは違うんだけども、うん、みんな継承してて、そこにこうしっかりとあの大きな遺産というかお土産をね置いていってる、こうそういう土壌があって、うん、でそれは本当にサポーターのコールは一番素晴らしいのは、やっぱ僕は仙台と福岡だと思ってるわけね、うんうん、センスがいいよね、うん、やっぱりこうなんていうのか、分かってる、あ、こいつら分かってるな、うん、サッカーはっていう、ね、うんうん、そういうのをすごく伝わるのは、うん、やっぱりずっとそれを作ってきたあの監督たちの歴史、うん、指導者たちのこう歴史があって、うんうん、まあそれを渡辺さんが今度は山口に、うん、まあ、移植というか移住というか、うん、なんかこうどういうふうにね、うん、それをこうあの下田か上野さん下田さんが耕した土壌に、うん、こうどういうふうに苗を植え付けて育てていくのかっていうのは、うん、非常に楽しみだなっていう感じだね。なるほど、うん、あの僕もこう本の感想を簡単に言うと、なんか監督辞めた人はみんなあのこういう本出してほしいなっていうのが感想で、もうお前らネタバレ OK だろうみたいなネタバレ OK だからとりあえずみんなこういうの出しなさいよっていうのはすごい思ったし、まあ多分渡辺さんだけじゃなくて他の監督も出したいんじゃないかなっていうのはちょっと思いますけど、いつでも俺書きますよすごい太っ腹なのは、まあちょっとね、なんつうの、器の小さい監督だと、これこうやってじゃあレノファに行った時にこれがネタバレするから嫌だとかって言って、うん、まあ、やらない監督もまあいたりしそうなんですが、まあこれこういう風に出していくっていうのは渡辺さんが常に進化していく監督なんだろうな、まあ常に最先端勉強して。まあ、ここから新たな部分っていうのもレノファでまた出てくるんだろうなって思わせる、うん、自信があるからこうやってまとめてオープンに出せちゃうっていう部分もある。多分俺もそのオープンにしない理由ってみんなそうだと思うんですよ、ネタバレを恐れている、うん、でも多分本当の危機ってネタがバレることじゃなくて、
ネタがバレてることを自分だけ知らないというのが一番の危機だと思うんですね。分かっていれば別にもう一個自分が上に行けるんですけど、もうバレてることに気づかない。でもこれだけ今情報もあってみんなが分析している中で、そう、自分だけが知っていることというのはもう限りなく少なくなってるんですよ。いや、だからね、だからね、このね、渡辺本の面白いところは、渡辺さん自体が結局ね、343から始まって、最後、こうぐるっとこうねじれながら一周して442に、もうね、全部自分のトライしてきたサッカーがネタバレしちゃったと、それで結局最後は僕は442に戻しましたんで終わってるわけじゃん。そうですね。これがむちゃくちゃ面白いのよ。面白い、失礼だけどかもわかんないけど、さてそこでじゃあ山口どうするみたいなね、ところにこう入っていくんだろうなと。まあだからこうシーズンが始まったら渡辺監督直撃行きたいよね、ヒデね。ああそうですね、まあ、あの4バックで、自分の理想的には4バックで組み立てたいっていうのは本の取材してる時も言ってたんですよ。3バック仙台で根付かせたけど、どうしてもあのままでいくと攻守の切り替えのネガティブトランジションのところで問題を抱えるところはどうしてもバランスを整えきれないっていうところで、だったらやっぱ4でスタートして、攻撃に関してはもう立ち位置を自分たちでずらせるんで、はいはい、主導権を握ればいくらでも変えられる。だからベースは4に置いた方がこれ組み立てやすいっていうことは言ってたんで、そこの理想をレノファでどう実現していくかというところかなと思いますね。まあね、実際ね、練習試合ね、沖永君さ、4バックだったもんね。そうです、そうなんですか。4枚で始めて、まあ、ちょっとアンカーの佐藤選手がちょっと関わりながら、ただ、起きらない感じだったんですよね。あの3枚に変形するというよりは、後ろの4枚とアンカーを支持という感じられたので、そこはやっぱその中にトライしたいんだろうなっていうのはあると思いますね。うん、まあ、だからね、やっぱり、ワンアンカーを、まあ、ダブルボラン縦にアンカーを僕が見たときは佐藤健介選手がアンカー気味でずれて前に池上ジョージがいたバージョンと、2本目が佐藤健太郎とあの J 一押しの田中陸、この2人でこうこの2セットでこうやってたから、まあ、本番もボランチはこれでいくのかなとは思ってんだけど、基本的にね、本でもやっぱワンアンカーができれば、そうそうそう。ね。そうですよ。アンカーのこだわりはあると思いますね、多分。ね、佐藤健介をさ、ね、だからそうなってくるとやっぱりこれね、まあ、本人がもう公表してもいいですよって本人の了解得て、言っちゃいますけれども、田中パウロ純一にちょっと話を聞いたんですよ。田中パウロ純一って去年レノファのサイドアタッカーで、まあ、あの攻守にわたってこう見せる選手だったんだけど、やっぱり、戦力外通告を受けましたと。なぜ松本行ったのって聞いたら、いや、戦力外通告を受けて、つまり渡辺サッカーの構想に僕は入りませんでしたと。なるほど。で、ということは、多分、王選手も、渡辺さんが、つまり、多分、時期については口を濁してたけど、多分11月下旬だと思うんだよね。そこら辺でこうチームを洗い直して、渡辺さんがこう戦略分析をして必要な選手とそうでない選手っていうのを洗い出したのは多分11月末から12月にかけてだと思うんだけど、まあその中で戦力外通告を受けていち早く松本が声をかけてくれたんで僕は松本に来ましたっていうことで、これはもう全部公表してもいいですからって、まあ、本人が言ってたんで、だから多分高選手も、やっぱり渡辺さんがイメージするアンカーのポジションだとちょっとやっぱり、違うんじゃないかなということで、多分高選手も
渡辺さんの構想から外れたんじゃないかなっていうね、なるほど、あのふうには僕はパウロ選手の話を聞いたときに思ったんだけど、うん、なるほど、うん、そしてじゃあそういう意味では、アンカーに、まあ最適な選手を取ってきた、その中で、は佐藤健介だという感じなんですかね。まあそうだろうね。でやっぱりそれはやっぱ渡辺監督がこう一つのイメージするサッカーの、うん、こう理想に近いアンカーとして渡辺健介を捉えているっていうふうに考えていいんじゃないのかな。渡辺佐藤健介、そうです佐藤健介監督とう、ね、どうですか桐さん、今の意見を聞いてこう渡辺サッカーに佐藤健介選手が合うイメージってありますか。いやもう獲得のニュースを見た時点でうわらしい選手取ってきたなと思いましたよ、いきなりもうドンピシャというか、うん、もうこれだみたいな選手、早速色出してきたなみたいな感じの獲得だったな、ニュース見た瞬間に思いました。改めて具体的にこう渡辺サッカーと、まあ、健介さんがこう合う部分ってどんなところですか。もうなんかあのスペースを一人で任すことができて、さばけるって、そこが一番じゃないですかね、うん。どちらかというと、でもなんかこう、オフェンスのイメージが強いじゃないですか。そう、僕は、ね、そんなに今までのプレーをずっとしてるわけじゃないんですよ。ただ、横浜 FC のプレーを見てたら、うん、まあそこでのプレーはかなり理想通りというか、自分に近いイメージなんだろうなという感じはしましたね。ただ、他の、そこからレギュラーを取ってたのが、確か手塚とかでしたっけ。はいはいはい、まあ、さらにちょっと技術的に上の選手だったんであれですけど、うん、ただやっぱ序盤の佐藤健介もいいプレーをしてたと思うんで、うん、怪我したからね、うんうん、そうですね、うん、なるほど、だかららしいなと思いましたね獲得は、うん、つまりポイントはあそこにその展開力というか技術力っていうのを求められてるっていうのが一つ大きなポイントですかね。そうですね、ちゃんとあそこで自信持って受けられるっていうのは一番だと思うんですけど。なるほど、はい、囲まれても慌てないとか、うんうん、まあ、佐藤健介も結構横浜に対してハイプレッシャーかけてくるチームあったけど、まあ、落ち着いてもう何だったらあそこで回し上げる、確かに相手がプレス諦めるまで回し上げるぐらいな、うん、まあ、そういう形で起点になってたと思うんで、うん、そこら辺をやっぱ評価してるんじゃないですかね。なるほど、あそこで怖がられると多分もう成立しないんですよね、うんうんうん、受けるのは。確かに、だからそこは一番求めてると思うんですよ。確かに横浜 FC でそういうシーンたくさん見たな。なんか他がバタバタしてても結局あそこで落ち着くっていうシーンがやっぱり多かったですね、うん、特にワンタッチツータッチ作って、うん、まあ、浮き球の処理もうまいのみたいなね、うん、なんかそういうのでこう結局横浜 FC が落ち着くっていうのはよく見ましたよ。まあ本当シンプルにシンプルですよね、ワンタッチツータッチで、うん、本当そうですね、うんうん、さあじゃあ、本のところもう少し聞きたいこと多分皆さんあると思うんですけども、どうしましょうか。じゃあ J さんからなんか次ヒデさんに聞きたいことありますか。そうですよね、やっぱりこれ多分本人も何回も語っていることですけど、本当にびっくりしたなって思うのが、その渡辺さん自体はポジショナルプレイという言葉を、うん、とか概念的に あまり知らない状態で、うんうん、その海外、ただ海外サッカーをいろいろ見て勉強している中で、なんだろう、概念より先に現象からそういうのを作り上げていったっていうのがすごいなっていうのを本当に思ったんですけど、うん、本当に知らずにああいうサッカーをやってたっていうことなんですよね。いや本当そこが一番面白くて、僕も取材してるときはそんなに全体の構成を思いついてなかったんですけど、天然物なんですよ完全に、養殖じゃなくて魚でいうところの。なるほどね、だから戦術の話、指導の話なんですけど、これはストーリーがかなりあるなと思って、うんうんうん、だからああいう仕立てにしたんですよね。なるほどね。まあね、でもね、渡辺さんが本の中でちょっと語ってたけど、うん、僕これ読みながらね、昔岡崎がマインツにいた時の、うん、練習を見に行ったことあるのね、うん、監督は誰でしょう、その時のラニエリ、トゥヘルですか。え、トゥヘルですか。トゥヘル、うんうん、これがさ、横幅を取った渡辺さんが書いてある、うん、もうレーンを引いて、うん、アウトサイドはもうこっから中入っちゃいけないとかって言ってさ、うんうん、もう全くはっきり言ってこの本に書いてあるような練習をやってるわけよ。でむっちゃくちゃ面白いわけ、うん、それを8対8ぐらいでやってて、ちょっとゴールをね、ペナルティエリアライン上にゴールを置いて、
でもうその8対8でもう上下動上下動で、だからもうフィジカルなんかフィジカルトレーニング一切やらないで、もうその実践的な練習でもう心拍数をもう可能な限り上げさせて、でなおかつあのゴールラインの実際本来のゴールラインがあるけれども、そこまでオンゴールなのよ。だからこぼれたらそれも取りに行かなきゃいけないみたいなね。でやっぱりこの横幅をもう選手に意識させて、横と縦を意識させる練習を徹底的にトゥヘルはやっていて、うわーこれすげえなみたいなね、あれで見てたんだけど、だ多分渡辺さんはそこら辺も本能的とか直感的に、ああいう向こうのヨーロッパのブンデス中心にこうサッカーを見ていて、今ここで何が起こってるかっていうのをやっぱ問題意識すごい高い人なんで、やっぱりそれをこうシステマティックに自分の中に吸収して、あの吸収は誰でもできんだけど、それを日本のチームに落とし込むっていうことが実は難しいことで、まあね、こう長谷川健太さんをバカにするわけじゃないけど、健太さんのサッカーっていうのは逆に健太さんでなくてもあの東京のサッカーは意外とやろうと思えばできると思うんだけど、なかなかやっぱ渡辺さんが目指すサッカーっていうのは、あのこう非常に日本の文化とか土壌に落とし込むのは、ましてやあの弱小と言われてるねプロヴィンチャのチームでメンバーが常に毎年変わる中で、その連動性とクオリティをさ、まあ今シーズンから今度は山口で試されるんだけど、まあ非常に期待半分不安半分だけど、で俺ねヒデにね聞きたいのはね、あのやっぱり渡辺さんが浪人の時に神奈川大学だったよね。ああ指導3ヶ月ぐらいしましたよね。あれはなんか自分にとってすごい大きな経験だったって言うんだけど、一体何だったんだろうなっていうのは実は本では明かされてないんだよね。いやそれ多分取材した後だと思うんですよね、それトレーニングしたのは。じゃあヒデもそれはあれか。全然そうですね。そっかそっか。その話は全然、でも自分の勘を失わないために指導の場は持ちたいみたいなことは言ってたような気はしますけど。なるほどね。まあ、そのことは僕知らないですね。じゃあそれは今度はちょっと渡辺監督に会った時にお伺いしてみようかな。まあでももしかしたら今まで整理したことをなんかそこで試したりしたのかもしれないですね。なるほどね。まああと多分レノファでももう指導はとっくにしてるんで、最初のミーティングとかもやったと思うんですけど、僕は多分それが鍵を握ってるんじゃないかなって気がしてて、渡辺さんはその最初のミーティングで自分のやりたい言葉全部定義するって言ってたんですよ。あの失敗なんちょっと書いてあるじゃないですか、選手に響かなかった言葉とか。はい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 。あの辺も僕聞いたんですよ。横くさびとか縦くさび、そうそう縦くさび横くさび、あとあのなんだっけなんだっけ、なんかファイブゾーン、ファイブゾーンね、そうファイブレーンじゃなくてファイブゾーン、渡辺さんはこうメディアで使われている言葉を極力避けようとしてたんですよ。まあ、それは僕そういうふうに聞いたんですけど、っていうか避けてますよね、こうみんな使ってる言葉だって言ったら、実はそうなんだけどっていう感じで、でもそれもちゃんとした理由があって、こうチームの中で共通語を持ちたいんですけど、でもその共通語がファイブレーンとかみんなが知ってる言葉だと、みんなそれぞれ変な予習をしてきちゃって、共通語になりにくいですよね。だからチームの中では別の言葉を使いたいというのがあって、でそういうものを、まあ、みんなで持つためには最初のミーティングでしっかり定義しないといけないと、でシーズンの途中でこれ使おうって言ってもなかなかハマらないからって言って、そういうことを反省してたんで、だから最初のミーティングでも結構そういうのが出たはずなんですよね。なるほど。それがしっかり選手に響いてるかどうかっていうのが一つポイントかなっていう気はしてます。まあそこでここからはちょっと渡辺サッカーを語る上で、まあ渡辺語みたいなところのちょっと、深掘り解説をしていきたいなと思ってます。まあ本当先ほど出てきましたけど、モグル、っていうのがあって、まあ剥がす、切る、立ち位置、そしてまあ、解放っていうねワードもねすごく特徴的だなっていう思うんですけど、そのあたりもちょっと、
一つ一つ聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、やっぱり一番気になる解放、これは J さんもね、ツイッターで確かこのワードについて言及されてましたよね。そうですね、あの練習試合の時にちょうど見に行った、うん、あの多分ビルドアップ、もう少し真ん中のミドルサードぐらいのフェーズだったかな、ちょっと正確に覚えてないんですけど、うん、ゴールキーパーの関選手から、うん、こうなんかのタイミングで解放っていう指示を出すシーンがあって、